こんにちは、ソータです。リオです。あと9日で世界一周ということで、リオたちも荷物の準備がそろそろ揃ったので、今日は世界一周に何を持っていくかっていうのを紹介したいと思います。イエーイ。1年半くらい、1年ちょっとの世界一周の旅の荷物だよね。そうだね、1年ちょっとで、じゃあまずバッグから紹介する。はい、まずこちらのソータのバッグはオスプレイ、オスプレイの48リットル入るバックパックです。これ、あ、重い。黒でスタイリッシュな感じ。こんな感じです。で、リオのが40リットルのカリミア、なんて読むんやろこれ。カリミア、カリミア、カリミア、こちらの40リットルのバッグ。そんで世界一周当日は預け荷物でこっちを預けるから、それとサブバッグでこちらのバッグそれぞれ持ってるので、こっちとこっちがそれぞれのメインバッグで、まあこれがサブバッグっていう感じで、ソータもサブバッグがあるけど、また後ほど紹介します。はい、じゃあまずソータの荷物から紹介していきます。俺のメインはやっぱカメラとかが多いです。機材類が多め。そうだね。まあ、これがカメラ、カメラを入れるケース、こんな感じで。カメラはソニーの α6400 と、シグマの 17.7mm を持ってきます。と、これが GoPro です。 GoPro Hero 9、 GoPro の Hero 9を持ってきます。あと GoPro の充電とかだね。そうだね、ここには GoPro の充電器が入ってます。これが全部ガジェットが入ってます。じゃん、これがメモリーカードが入ってて、こんな感じでメモリーカードが入ってます。これが MacBook に USB を挿す機械です。で、これがちっちゃい三脚、軽いね、軽い軽い、すごい動くし、こんな感じでな。じゃん、2つ入る線の足と、あとアンカーっていう、まあ有名な充電器のブランドがあって、それの携帯充電器を2つ持ってきます。これがアンカーの携帯充電器で、こっちもアンカーの携帯充電器。これはすごくて、リオ、こう刺してここのまま充電できて、これも携帯充電器になる。こっからこう充電もできて、これも携帯充電器になるっていう、これすごいいい買い物しました。持ち運びできる。そう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 。で、これが GoPro のアーム。ごついな。ごついよな。そう、 GoPro のアームと、あとは GoPro を水中の中、海の中でも撮れる防水のケースと、 あとはこれカメラの充電器。あとは最後、これがタコ足配線のケーブルです。で、ここが結構変えれるんだけど、海外によってね、いろいろ変えれるよ。便利や、便利だね。こんな感じで変えれます。これに加えて、リオの韓国で買ってきたやつらしいんですけど、全世界対応してて、あ、見えた、こんな感じで出たり、こんな感じでいろんな世界各国に対応してるケーブルとなってます。以上、ガジェット紹介でした。ガジェット系は重いな。重いね、一個一個が。次が、じゃん、これ皆さん何だと思いますか。なんでしょう、なんでしょう。ポンチョかな。ねえ、ポンチョに見えるよね。けど答えがここに書いてあるけど、これはリュックです。なんとリオが見つけてきてくれました。いや、ありがとう。これさ、こんなちっちゃいじゃん、なんかエコバッグみたいになるんだけど、広げてみると、いきますよ。なんとこんな大きいリュックになるんですよ、これ。すごくない？すごい、すごいよね。これは25リットル、ソータのが25リットルで、リオのは20リットル、 A4 のファイルとかパソコンとか入るサイズ、そう、リオのもちっちゃくなるから、本当にすごいよね、このリュック。これがソータのサブバッグです。ちょっと何があるか分かんないから、ドライヤーも一応変圧対応してる、海外で使えるドライヤーも一応持ってこうな。あとはじゃん、バスタオル、ちょうどいい感じのサイズ。まあタオルは1枚しか持ってかないから、これをメインに使います。あとはここに下着類が、靴下が2つと、パンツが2つ入ってます。2つしか持ってかない。最初着てくんか。そう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 、着て全部で3つ。そうそう、靴下とパンツは当日履いてくから。次、お薬。おお、やっぱね、海外何があるかわからんでな。はい、これはパブロンです。龍角散、お腹痛い時に効果的な百草丸、いろいろな薬が入ってます。虫除けスプレー、虫がいなくなくなるスプレー、爪切り、酔い止め、絆創膏と、なんか薬、これは足が臭くならないようにする薬、塗り薬、かゆみ止めの薬だね、虫刺されとかの、口内炎の薬。まあこんな感じかな、薬は。やっぱ薬系は日本のやつが安心だからってことで、
薬類はお趣味仲持ってきます。そうだね。 NEXT、 こちら食材系、うどんの出汁と中にポカリ、あ、アクエリアスの粉が入ってます。うどんのその出汁でやっぱ日本食の味を再現できるかもしれないということで持ってきます。はい。あとアクエリアスは病気になった時に飲めるしね。そう、粉でね、うんうんうん、溶かして。こちら生活用品、コンタクトがね、いるから俺。そうだね、俺は。そうそうそう、俺目が悪いからコンタクトを1年分持ってきるから、この中にコンタクトの液とコンタクトが入ってます。あとはメガネと、あとこちら、やっぱ世界一周中にさ、虫歯になると海外って歯医者さん高いから治すことできないよね。だから歯は命なのでこちら買いました。なんだっけ、あ、こっちか。電動歯ブラシだね。そうだね。そうそう、これで毎日しっかり歯を磨いて虫歯にならないようにします。はい。あとはヒゲ剃り、電動シェーバーを持ってくんだけど、水とかがさ、汚いエリアとかだとここから肌の感染症になる恐れがあるっていう情報があるから、これだとそのままブジューって剃れるから、今回の旅では電動シェーバーを持ってきます。じゃん。こちらは折りたたみ傘。次は服類を紹介していきます。服はね、そんないっぱい持ってかないよね、リオも。じゃあまずはこちら、中にこれが全部夏服が入ってます。こちらユニクロのステテコ、これはね、寝巻きにもなるし、まあ東南アジアとかバスの移動とかもね履けるから結構便利。七分丈くらいのステテコ。次、こちらもユニクロの水陸両用のパンツ、これいいよな、軽いし、すごい。うん。であとはこちら海パン、まあやっぱ海も行くと思うしね、川とかプールとかも行くかもしれないから海パンを持ってきます。半ズボンはこれだけだね、この3つと、あとこれ世界一周の時に履いてく、当日履いてく、まあストレッチの効いた、これもユニクロのストレッチの効いたジーンズなのでこれも持ってきます。あとは T シャツ類、タンクトップが2つ持ってきます。これと今中に着てるので2着タンクトップは持ってきます。これはアメリカの行った時に買った1ドルの古着なんだけどこれは思い出のね服だからこれも持ってきます。 T シャツはこれとこれだけだね、これも当日着てくから。これはユニクロのエアリズムの T シャツで、すごいストレッチも効いてて。あ、そうなん。そうそう、すぐ乾く、いい T シャツですね。あとはこれは、これもなんか古着屋で買った、まあ、ペラペラな T シャツ、これもすごい乾きやすいから便利。これが僕の夏の服です。次は冬服を紹介していきます。冬服はこんな感じで同じくらいだね入ってます。冬服ってね、かさばるから大変だよね。ね。ね。じゃん。こちら、ネックウォーマー。ヒートテック付きのネックウォーマーを買ってもらいました。リオナちゃんに。思い出。こちらも、ヒートテック付きのニット帽も持ってきます。こちらも去年の誕生日に買いました。これ、俺一着しか長袖持ってかなくて、これもアメリカの行った時に買った思い出のトレーナーなので、これも一着。長袖は一着、こちら持ってきます。あとは、これもウルトラライトダウン、これ広げるとねダウンが回って、これもユニクロのウルトラライトダウンを1着持ってきます。これがスキーウェアみたいなあったかい半袖、これもインナーとして着れるしね、寒い時に。でこれが長袖のヒートテック、だから本当に寒い時はこれ着て、これ着て、これ着て、ウルトラライトダウンみたいな感じだね。で寒さをしのいでいこうと思います。あとはもう一個ウルトラライトダウンみたいなパーカーを持ってきます。モンベルの最強パーカー、これもうね、撥水もあって、撥水もあって防熱もあって、なんかもう全部ある最強のパーカーです。以上、ソータの服紹介でした。もうあと本当にちょっとだけだ。はい、こちら MacBook Air も持ってきます。軽いしね。あとはまあ世界一周中の日記とか書いたりするノートも2冊持ってきます。じゃん。まあ、何かあるかもしれないからね、懐中電灯も持ってきます。友人からもらった水筒も持ってきます。あとはボールペン2つ。こちら書類系、海外旅行の保険の書類とか接種証明書、パスポートのコピーとか、帽子も持ってきます。これも友達からもらった。どう？いいと思う。あとはこちら、じゃん、サングラス持ってきます。あとはこちら、こうやってやってここに携帯つけてぶら下げる。でこれ入れとけばね、危なくないから携帯盗まれないように対処してきます。あとはここに、何このお腹、やめて、お腹を見せないで。スキミング防止の腰巻きを持ってきます。ああ、いるかわからんけどな。おい、あくびした？してない。いるかわからんけどなって言った。そうやな。あとはこちら、そう、ソタリオっていう書いてある友達からもらったパスポートケースも持ってきます。いいね。
じゃあラスト、靴を紹介して、ソータの紹介は終わります。靴は2足持ってって、普段履きはこの金のサンダルにもなるし、靴にもなるような。これは何？お揃い。お揃いで買いました。いつ？リオの誕生日。リオの誕生日に買いました。1年前。ずっと寝かしとったもんな。ずっと寝かしとった。あとはなんかゲストハウスとか汚いシャワールームとかさ、まあなんか普段の街歩きとかで使えるビーチサンダルも1個持ってきます。なんで結局 B さんとこの金のサンダル、サンダル兼靴、この2足を持って世界一周行きます。以上、ソータの荷物紹介でした。じゃあ次、リオの紹介に行きます。はい、ということで次はリオの荷物を紹介していきます。はい、じゃあまずはサブバッグから紹介しようかな。うんうんうん。これは普段観光する時にも使うようなバッグで、空港ではこっちを機内持ち込みとして持っていくバッグです。これはカパーっていっぱいあるし、ここがね、中にもこんなちっちゃいポケットがあって、で外ポケットもあります。ほんで両サイドにこんななんか 500ml のペットボトルが入るぐらいのサイズのメッシュの場所があります。はい、じゃあこちらをね紹介していきたいと思います。まずはここの外ポケットの方に、たらー、何それ？メディキュット。メディキュット？長時間のバス移動とかすると、リオは足がむくみやすい体質だから、むくみを軽減するための着圧のソックスです。はい、そしてこれすんごい軽いんだけど、これはなんとエコバッグです。まあ、海外で買い物するときとかちょっとこの中にピョンって入れとけば楽かなって思って。そして次はこちら、パソコンですね。こちらはリオもソータと同じ MacBook Air を持ってきます。パソコンがリオの荷物の中で一番重い荷物です。でリオの場合このカバーも結構衝撃に強いやつを買ったんで、このカバーも結構ゴツめ。じゃあ次にこちら、普段海外で観光するときとか移動するときにこちらのサブバッグに常に入れてくバッグ、何が入っているかと言いますと、こちら、これはこんな感じで開けたら紙石鹸になってます。これはママにもらったリオが、でこれが目薬でしょ、ほんでいつも使ってるリップ、こちらが、最後に入ってるのは歯磨きシートです。無印の移動とかの時にパッと歯磨きに行けない時とかに、まあ、使えたらいいかなって感じ。はい、でこのポーチの中は以上です。次にこちらが、リオも一緒のモンベルのパーカーですね。全くソータのやつと同じ機能、これと同じ機能のやつ、これは台湾で買ったストール、こうなんか寒い時とか、めっちゃ気に入ってる。おしゃれだしね、いいね。うん、かわいい。次に機内持ち込みの荷物ってさ、液体物はこのジップロックに入れてから中に。ああ、そっかそっかそっか。そのジップロックの中はこんな感じ。これはまず歯磨き粉でしょ、そして顔洗うやつ、レチノールのクリーム。レチノールのクリーム？レチノールっていうのはビタミン A で、それがなんか肌のシワとかシミとかそういうのをなくしてくれるクリームなんだけど、うん、唯一美容系でのクリームで持ってくのはレチノール。次にこちらの中に洗面類っていうか歯磨きですね、こちらの電動歯ブラシ、はい、これ中身が一緒です。そうだなと。歯ブラシのヘッドの交換のやつも一応1年分ということで持っていきます。ほんであとはもう財布類ですね。財布は合計で4つ持っていきます。こちらのこのリオのおばあちゃん家にあった財布と、あとこの2つだね、とこれはソータのお金をパンパンパンってね、まとめない形にするので、まあ、分散させて、まあ多分その時その時で分けて使うと思います。一応この財布の中にクレカとか身分証明書、プライオリティパス、ダミー財布用のお金、パッと渡してもいいようないろんな国の通貨が混ざって持ってます。あとはリオのパスポート、これもあのソータと一緒になんかお揃いでいただいたものですね。以上、サブバッグでした。次にリオのメインバッグですね。じゃあまずポケットの中に入っとるものから紹介しようかな。はい、まずこちらの外ポケットの方に、折りたたみ傘入ってます。こちらの外ポケットの方には日よけの帽子、この折りたたみ式のちょっと折りたたんどったから形があれだけど、
まあ、こうやって戻したら戻るんで、日よけの帽子です。これはつばがすごい広くて、もう完全に火をカットしてくれるから多分重宝します。ほんであとこちらですね、ほらこれ、これは水筒となっております。水筒なんだけど、これねすごいのが、あの折りたたみできるの、こういう感じで、でこういう感じでここまで折りたたみできるわけだから、これはめちゃめちゃ便利、本当にすごいね、うん、これはすごいね。水500入ります。最後にここの外、上の外ポケットの方に、はい、はい、そうだと一緒の、B3 ですね、うんうん、これはヒッポブルーっていうところの B3 で、この B3 がすごいゴムが柔らかくって、うん、足が痛くなりにくいって書いてあって、あ、それはいいぞって思って買ったら本当にすごいね。これは実際本当に痛くなかった、うん、で普段の靴はソータと一緒の金で、以上かな、外ポケット系は。あとカラビナですね。カラビナって何？こういうクリップみたいな感じで、うん、あの例えばさ、うん、ここにつけてなんか物ぶら下げとけば荷物の重量に換算されやんくなるから、肌身につけとけば物をね、うんうんうん、ちょっと重量を減らしたいなって時に使えます、はい、あとまあいろいろな用途で使えるからね、こういうのって、うんうん、ということで中身をどんどん紹介していきましょうか。これでカパカって開けたところにこの入れ物っていうかメッシュのチャックがある部分があるんやけど、ここにはなんかもう取られてもいいような、どうでもいいようなものを入れてきます、うん、で何が入ってますかと言いますと、まずはこのロック、うんうん、こういう100均で買いました。ゲストハウスとかホステルって行くと一人ずつロッカーがあって、そこに荷物入れてでできるんだけど、その大体のロッカーには鍵がないから自分で用意しなきゃあかんくて、まあ、その時のための鍵で、こちらは1個、水に流せるティッシュ、これもロックキーですね。こちらは4桁の、こちらは4桁のロックキーです。2個あります、白と黒と、うんうん、で、まあ、黒の方はソータに、でこちらが、はい、こちらがですね、中開けるとこんな感じで石鹸入れとなっております。固定石鹸入れ、固定石鹸ってさどこにでも売ってるじゃん、うんうんうん、固定石鹸を旅中に買って固定石鹸で洗濯したり、うんうん、あとは体洗うのに、まあ、普通に使ってもいいかなと思って多分重宝するんで、その持ち運び用のケースとして持っていきます、はい、ちなみに固定石鹸は現地で調達する予定です。したら中身ですね、じゃあまずは洗面系かな、洗濯系のもの、うん、洗濯ネット、うん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 、1個ね、こういうねクリップ持っていきます。でこれは洗濯板です、ちっちゃい、こうやって洗うね、そうそう、こうやって洗うための洗濯板、これはこういうちっちゃいね洗濯干すやつ、すごい便利だと思うので持ってきます、はい、あとはこれは S 字フックですね。 S 字フックこれ4つぐらい入っとるけど、うん、頭使ったらすごい便利に使えるね、うんうん、いろいろね、そうやな、そうそうそう持ってきます。で最後にこちらハンガーです。4つ入ってるんですけど、これは折りたたみハンガーでこういう感じでねなってて、こうやって開けて開けて開けてってするとこういう感じで、すごいよね、ハンガーになります。ちっちゃい、まとまるしね、そうまとまるし、めっちゃ軽いし、なんか干したりとかするときに使えるから持ってきます、はい、で洗濯系のものは以上、次にメイク系のものを、メイクはすごい最小限に持っていくつもりでして、はいはいはい、まずはこちらのアイブロウですね。もう普段から使っとるやつのセザンヌのやつで、まあ安いようなやつ、まあなくなっても現地で買えばいいかなぐらいのものですね、はい、で次にアイシャドウ、こちらのアイシャドウは3コインズで500円のやつで買ったんだけど、色がねこんなにいっぱいあって12色あって、捨て色がなくて結構お気に入りです。アイシャドウは本当だったら3色しか入ってないめちゃめちゃシンプルなやつを持ってこうと思ってたんですけど、やっぱ気分を上げてきたいからね、うんうんうん、気分を上げてきたいからちょっとねかさばるけど、これは12色のやつ持ってきます、はい、そしてあとはこれは顔剃りのシェーバーと、これは普通のシェーバーですね、2個、うんうん、ホテルのアメニティでもらってきた髪の毛のブラシです、はいはいはい、基本的に持ってくものは全部盗まれてもいいようなもの、
基本的にはね。特にこういうメイク系とか盗まれたりなくなってもまあまあまあいいでしょうみたいな、絶対ブランド系は持ってかないで、メイク系が以上です。以上。はい、リオはファンデーションを使いません。ファンデーションを使わないから普段日焼け止めだけ塗ってるんですけど、肌にはね。日焼け止めは正直現地で買えるかなって思ったから、うん、ということで持ってきません。はい、次がちょっとサクッと、こちらが生理用品、一応持ってきます。ちょこっと持ってってなくなったら現地調達すればいいかなと思って。で、次にこちらが袋とクリップとマスキングテープルって書いてありますね。この中じゃあ紹介していきます。さっきの、水に流せるティッシュ予備、これがねクリップですね。お菓子とかなんかさ、なんか袋とかこうやって留めるようなクリップ、あとマスキングテープと、これが裁縫セット、めっちゃちっちゃいの。オランダのホテルのアメニティで置いてあったやつもらってきましたとあと眉バサミがここに入ってます、はいはい、あとはこれはジップロックですね。大きいのと普通ぐらいの、こちらがゴミ袋。ゴミ袋を持ってく理由としては、まあ多分いろいろ使えるだろうし、洗濯用バケツっていうのを世界一周する人は結構持ってく人はいるんですけど、結構かさばるということで、その代用としてゴミ袋の方を持ってって、その中で洗濯ジャブジャブできるよっていうのを翔平ももさんが言ってたんでちょこっと6枚ぐらいしかないからめっちゃ軽いけど、あとはなくなったら現地で買えるし、ちょっとだけ持ってきます。次にこちら、この中はリオのサングラスですと、リオのブルーライトカットのメガネ。セノフブルーライトカットメガネはパソコン作業を長時間よくするから、そういう時に目が疲れるからね、必須です。はい、次、こちらワイヤーロックですね。ワイヤーロック用のワイヤー、こちらは証明写真と諸々書類のコピー、書類の原本とかそういう書類系ですねをまとめて入ってます。あ、こちらが普通の入れ物なんですけど、チャック付きのやつで、まあ、ここに現金とか分散して入れてっていう風にしようと思ってます。中にももう一個袋が入っとって、まあ、これとこれで現金分散してって感じです。とあとこちらがマスクですね。世界一周のマスク事情ってちょっと今すごい難しいじゃん。一応リュウたちは不織布は2枚ぐらい、あとはそしたらあとはリュウは服だけかな。お、最後服はリュックがこことこっから下とこっから上とで分けられて、こっから下の部分だけ服を入れてます。これが1年分の服です。じゃあ紹介しますか。はい、まずはタオル類ね。まず手ぬぐいを持ってきます。やっぱタオルってすごい、こういうタオルってねすごい便利なの。こう保護したいものをこういうタオルで包んで持ち運びとかできるし、もちろんなんかあとはゲストハウスとか行ったらこういうのをこうやって広げてなんかね目隠しにもなるしそう、とにかく便利だからこうやって手ぬぐいを持ってきます。で、これはバスタオルとして使うタオルです。こちらが下着類が入っています。下着と水着ですね、とパンツかが入っています。で、水着とパンツはシーンで買ったんだけど、本当にコンパクトな、どっちもコンパクトなやつなんで、ちょっとここら辺に載せときます。あとこういうねカップ付きキャミソールっていうの、もうなんかこのキャミソールだけ着て大丈夫よ、うん、ないような中にこういうカップが付いてるやつを自由で買いました。これを2個持ってきます。これを2個と普通のブラを1つが下着上で、パンツは5個持ってきます。でも1個がめちゃめちゃペラペラでパンツっぽくない。で、次にこちら腰のサポーター。でリオは腰が弱いのであんまり 長時間座っとったりすると腰を痛めるので、このサポーターを持ってきます。次にこれはパジャマです。パジャマなんやけどめっちゃコンパクトになるし、すごいちっちゃくなる、ちっちゃいし可愛いっていう最強なパジャマ。リオは寝るときはパジャマ派なのでパジャマを持ってきます。続いて夏服ですね。夏服は、あ、1個これ、この白 T はなんかオランダのそこら辺の店で買いました。これは持ってきます。でも、もしあれやったら現地で捨ててもいいしって。で、もう1個これ可愛いでしょ。これもめちゃめちゃ軽いしめっちゃちっちゃくなる、こんなにちっちゃくなる。
でも可愛いし持ってきます。あ、夏服そんだけでした2着だけ。うん、2着だけ。服ぐらいね現地で買えるし、まあ、あえて夏はこれとこれだけ持ってきます。あとは現地で買います。はい、ワンピースですね。ワンピースは1着持ってきます。これも GU で買ったんやけど、こういう感じで長いワンピース。これはシワに ならないし、素材がなんかねいい感じ。ちょっとまあ重さはあるんかなって感じやけど、ワンピースやと思えば全然ね、ロングワンピースやと思えば全然だし、フォーマルな服に何より最適なので持っていきます。次は長袖ですね。長袖はこういうカッターシャツっていうのかな、は1個持っていきます。これなんか 寒い時になパッて羽織れたりもするし、そうそう、羽織物にもなるし持っていきます。長袖はこんだけしかないです。これとこれ言って現地で買えばいいかなって思います。はい、まあ、現地で生活してる人がいるから、うん、正直どうにかなります。で次にボトムスですね。ボトムスは1個はこちらのジーンズを持ってきます。これはユニクロで買いました。ボトムスはもう1個ね、次はもうこちらのソコラソータのやつなんやけど、水陸両用のバギーパンツ持ってくんですけど、お取り寄せしてるので今手元にないけどもうすぐ届きます。で冬とかはこのバギーパンツの下になんかこういうあったかいスパッツこうやって履いてすればいいかなって思います。ということでこちらがなんかあったかいスパッツみたいな感じ。これは実はリオンじゃなくてソータのなんだけど、借りてる感じです。であと冬の服っていうかインナー系かな、がまずはこちらが普通の長袖のヒートテックで、こちらの方が、タートルネックになってるヒートテック、ウルトラライトダウン、一緒のソータと一緒のやつ、ウルトラライトダウンです。最後ね、このリュックの下の部分を開けたここに、ここ開けますとバックパックのレインカバー入ってます。これはバックパックについてきたやつなんで、ここに入れてね持ってきます。でこれでリオの荷物は以上です。はい、ということでこれでリオとソータの、荷物は以上です。はい、この荷物で1年間過ごしていきます。正直いるものあったら現地調達できるなって思ったから、本当にもう日本から持ってかなあかんっていうのは、ガジェット系と薬類と、あとはその日本の出汁とかね、ああ日本食ね、そうそう日本食類、この3つは最低限日本から持ってけば、あとは現地でどうにかなるから、なんかさこの1年さ、まあ、リゾバで日本こう回っとってさ、雪山とかで生活しとった時は周りに生活環境が何にもなくて、もういっぱいいろんなもの持っててたけど、これから行くさ海外とか世界はさ住んでる人いるからね、まあ、現地でスーパーとかもあるだろうから、結構だからこの1年のリゾバで鍛えられたかもある。いやいや鍛えられたと思う。ということでね、この荷物で9日後に世界一周行ってきます。はい、行ってきます。最初にリオたちが行く国はタイでーす。はーい、まあ超オーソドックスだね。そうそうそう、タイにはね1ヶ月生活するね。タイに1ヶ月生活して、まあ現地でいろいろね必要なワクチンとか安く打てるからっていう理由で1回国名はタイに行きます。じゃあ次の動画はおそらくタイに行く当日の動画となるので、はい、その時の YouTube も楽しみにしててください。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。